て、この前スタジオでも来ましたけれども、私なりの一丁羅のワンピース着てきました。張り切って行ってみましょう。やってきたのは2014年にオープンした堂島美的空間。隠れた女性の魅力を引き出すというコンセプトのもと、骨格診断、パーソナルカラー診断、エステが体験でき、年間およそ2000人が訪れる人気サロンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや先生すっごいおしゃれですね。 ありがとうございます。めっちゃ素敵。数々の資格を持つサロンオーナーの藤原清乃さんは、いち早く骨格パーソナルカラー診断をサロンに取り入れたパーソナルスタイリストのパイオニア的存在なんです。パーソナルカラーとか骨格診断って流行ってるし、結構よく耳にするんですけど、そもそもどういうものなんですか？パーソナルカラーは1974年にアメリカで誕生した、はい、あなたに似合う色を選ぶというカラーシステムになってまして、人によって肌の色って全然違うんですよ。焼け方とかも違うんですけど、その肌の色とか髪の色、目の色と調和する色はどういった色かっていうのを見ていくような診断になります。っていうことはね、こう日焼けしたりとか、あと髪の毛も染めたりするじゃないですか。それで変わっていくってことですか？ホルモンバランス安定する、中学生以降は変わらないんですよ、はい、なので日焼けをしても美白をしても白髪になっても似合う色のパターンっていうのは変わらないんです。パーソナルカラーは肌色の構成要素であるメラニン、カロテン、ヘモグロビンの分量などで科学的に決まるものだそうです。大きく4つのタイプに分類され、イエローベースのスプリング・オータム、ブルーベースのサマー・ウィンター、どのタイプが自分の色素とマッチするかを診断してもらいます。似合う色を着た時は肌にツヤが出たりとか、はい、透明感が出たりとか、印象をこうパッと華やかにしてくれたりとかしてくれるものなんですけれども、苦手な色を着ると、例えば3日ぐらい寝てないんちゃうみたいなぐらい、肌がくすんで見えたりとか、はい、ほうれい線とか目の下のゴルゴ線とかが逆に目立ってしまったりとかするので、色によって全然プラスマイナス5歳変わりますね。色だけでそんな変わるんですか？うん、では早速診断開始。120色ある色布を当てながら似合う色を探っていきます。はい、じゃあこちらがスプリングタイプの緑ですね。で続いてサマータイプの緑、はいはい、で続いてオータムタイプの緑、でウィンタータイプの緑です。ウィンターじゃない？全然違いますよね。なんか全然違う感じがします。でも何がとか全然わからないですけど違う、ね、診断のポイントは顔の立体感と透明感がどのように変化するか、鼻筋や輪郭、クマやくすみの出方などが合わせる色によって変化していきます。微妙な違いを見つけて正確な診断ができるのはやはりプロならでは。派手な色選んでもらうな、やっぱり。はい、診断結果が出ました。診断結果が出ました。この白になったらこちらです。ウィンター、はい、ウィンタータイプです。これ元々ピンクですって。結構はっきりした色です。そうなんですよ。4つのタイプの中で最も鮮やかな、はっきりとした色を得意とするウィンタータイプ。苦手意識があった鮮やかなピンクですが、合わせてみると意外にもしっくりきちゃいました。一方、スプリングタイプに属するコーラル系のピンクを合わせると顔が黄色くくすんでしまって膨張して見えます。反対にスプリングタイプの藤原さんはコーラルピンクで明るく若々しく見えますが、ウィンタータイプの鮮やかなピンクを合わせると顔色がくすむ上に派手になりすぎてしまうんです。くすんだ色になってないのか。できるだけ鮮やかなお色、ブルーベースなので青みとか紫黄みが強いお色を選んでいただくとよりお似合いです。疑ってたんですけど、そんな色で顔の輪郭とか鼻筋変わるなんて、いやいやって思ってたんですけど、こんなに、はあ、面
白い。でもじゃあそうなると絶対ナジャさんも淡いんじゃない。骨格診断っていうのはこれまた私ちょっと全然わかんないですけど、はい、骨格診断は、その方がお持ちの骨格、骨の形とそれについている筋肉の張り感とかを見ていくものになりまして、形と素材の2つを見ていきます。でもこれこそね、その骨格診断って、まあ形と思うんですけど、その太ったり痩せたりするじゃないですか。太っても痩せても変わらない診断になってます、はい。骨格診断では大きく3つのタイプに分類され、体に厚みがあり上重心のストレートタイプ、存在感のあるメリハリボディが特徴です。そして体に厚みがなく薄い下重心のウェーブタイプ、骨が細くて薄い華奢なボディラインで印象も薄く見えがち。最後は関節や骨格の大きさが特徴のナチュラルタイプ、骨や関節が目立ちやすく肉感的なものを感じさせないという特徴があります。診断では肩や鎖骨、骨盤、膝関節の張り具合や筋肉のつき方などをチェック、そして実際にサイズ感の異なるジャケットを着てみてその着こなしを見ていきます。はい、診断出ました。出ました。ナチュラルタイプさん。ナチュラルタイプ、はい。鎖骨の部分がしっかりした骨が出てたりとか、あと肩関節も大きく、肩甲骨も後ろに張り出しているっていうところがナチュラルタイプの大きな特徴になります。へえ。合うお洋服っていうのはどういったものになりますか？はい、そうですね、この肩関節、肩甲骨の部分がかなりしっかり出ちゃうので、あまりこうね、体のラインを拾っちゃうとガチッとした印象になってしまうので、それを和らげるためにオーバーサイズのもの、例えば私が着ているようなものですね、はい、やっぱりこうゆったりしたものを着ていただくとスタイルアップしやすく足も長く見えます。あー、なるほど。じゃあね先生、私今日一丁羅着てきたんですけど、はい、踏まえて今日の私のスタイルどうですか？そうですね、お洋服自体はすごく可愛いんですけど、色はスプリング、形はウェーブなので、めちゃくちゃ似合わないタイプの服を着てます。どうしてもこの辺りがごつく見えてしまうので、太ってもないのに太った印象に見えてしまったりとかしやすいかなと。こんな事故を起こさないために、他の2つの骨格タイプにも抑えるべきポイントがあります。ストレートタイプの着こなしのポイントはシンプル、ジャストサイズ。体自体に存在感があるので引き算スタイルが得意。シンプルなファッションを身につけると上品で洗練された印象に。きつすぎず緩すぎないジャストサイズがスタイルアップの秘訣です。ウェーブタイプのポイントはソフトでタイト。女性らしい華やかなアイテムがエレガントな印象を演出してくれます。体にフィットするタイトなシルエットやエアリーな柔らかさを感じるシルエットが似合います。そこでウェーブタイプのモデルの辻日和さんに私のワンピースを着てもらうと、なんということでしょう。体のラインに沿ったワンピースが華奢なボディラインを強調してとってもお似合いです。比べてみると私の肩の張りが目立ちますよね。ちなみにナチュラルタイプは小鼻柄も NG だそうです。はぁ、もう二度と来ません。はい、ということでウィンターナチュラルの私にぴったりのコーディネートをしていただきました。こちらです。いかがでしょうか。ウィンターの得意なモノトーンかつナチュラルタイプの得意なオーバーサイズで肩関節や骨盤をぼかしてスタイルアップ。カメラごとボケとんです。本当はこういう感じでゆるいシャツなんですけど、先生のワンポイントアドバイスで輪ゴムをつけてあげたんですよね。そうなんです。これは、はい、
そうすることによって、ここの肩の角をより柔らかく丸く見せてくれるんですね。例えば違うタイプの方がこの着こなしをしてしまうと逆に着ぶくれしちゃうので、まあ、不思議なんですけどね。さらに診断結果をもとに似合うメイクやアクセサリーについてもアドバイスしてもらえるんです。パーソナルカラー診断と骨格診断を行うことで自分に似合う色、素材、デザインのファッションの3要素が分かるようになるので洋服が格段に選びやすくなります。今回本当に診断していただいて全然分からないことばっかりだったんだなと思いました。そうですよね、色選び、形選びすごく大事です。もう今すぐお買い物行きたいし、これからはちょっとね衣装選ぶのも楽しくなりそうです。本当に嬉しい。ありがとうございました。ありがとうございました。